やあやあ、知ってる？聞いたことある？魔法少女のその噂。魔法少女？おとぎ話？違うの違うよ、本当の話。白い妖精と契約して、何でもたった一つだけ願いを叶えてもらう。その代わり魔法少女に任命されて魔女退治をさせられるの。君たちの願い事を何でも一つ叶えてあげる。でも魔女と戦う使命を課されるんだ。魔法少女になった時、玉木さんは何を叶えてもらったの？願い事？君は知りたいのかい？自分の願いの姿を。小さい女の子の夢、昨日私も見ちゃってさ。網浜市に行けば魔法少女は救われるってみんな信じちゃってるんですか？ここはあなたたちが来るべき場所ではない。Yeah.